皆さんこんにちは、ハナです。ハロー。キーボード沼に入りたい第3弾このシリーズはですね、全くキーボードズブの初心者でタイピングすらへったくそなこの私がメカニカルキーボードを使ってみたいっていう憧れだけで自らキーボード沼にズブズブ進んでいきながらお勉強していくというコーナーのシリーズでございます前回でですね、私はこちらロープロファイルでカスタマイズし放題なニューフィーのエア75っていうのをご紹介。今 Mac のメインのキーボードとしてこれを使っております。まあ前回キーキャップ変えた時からちょっとなんか気に入らないとこがあったんでちょっとやり直したりとかして今これがめっちゃ気に入ってるんですけど、これを買ったのがまさにこのもう見た目だよね。見た目でキーボード可愛すぎると思って買ったっていうのがきっかけだったんですけど、このキーボードを探してる時に、まあ、これを見つけたその過程でですね、実はもう一つこれ見た目めっちゃやばいって思ったキーボードがありまして、それがこちらキークロンっていうメーカーのキーボード Q1 のボリューム2っていうやつこのメーカー自体はもう私もめちゃくちゃ聞いたことあったし、なんか本当私が参考にしていろいろ調べてたそのキーボードのプロフェッショナルな人たちも結構この名前を出してた印象があって、ただ私このキークロンのキーボードってこんな感じでこの矢印の配置がもうめっちゃおかしいっていう印象しかなくてでしかもなんかこのモデルに関してはなんか見た目も別に私の好みではないかなっていう風に思ってたんですよ。ただ、まあ、いろんなキーボード調べ物してる中でこの、Q1 ボリューム2っていうモデルを見かけて、でそれがキークロンだって知って、え、キークロンってこんなかっこいいキーボードもあんのって思って、しかも矢印全然ちゃんとしてるじゃんと思ってでそれさらにこのキークロンに関してよくよく調べてたらもう尋常じゃないぐらい大量のモデルが出てて、デザインとか配列も様々 でしかもなんかそのどれもすごいめっちゃ高級なのもあればお手頃なのもあって、接続方法とかもまちまちバラバラで、もう YouTuber さんとかもう検索するともうレビュー動画がもううんざりすること出てくるわけどうやら今そのキーボード界隈ではどうやらもうブイブイ言わせてるキーボードメーカーっていうかもはやもうブランドなんだと思う。ハロー。でその中でこの Q1 ボリューム2っていうもうこれがねもう私のもうドストライク、もうキークロンのメーカーの関してとかもそのモデルの種類とかも全く全然頭に入ってないし全然知らないけど、とにかくこのもうビジュアルがもう本当にドストライクすぎて、だって見てよこの黒に差し色の赤とか青の感じ、もうそれでもう一気に引き込まれちゃって、このもう製品このモデルに関してもレビューとかいっぱい見たけど、もう本当にこの2つよりも全然その Q1 ボリューム2はもう桁が違うぐらいのもう本当高級キーボードですこれ1個で3万円ぐらいしますだからもう本当どう考えてもこれは私にとっては必要ない、だからキーボードの数的にもういらねえだろって感じだし私もう私はそんなまだ全然初心者だし、このもうロジクールとかニューフィーの時点でもまだ私にとってはその勉強不足な状態なんですよ。そんな私がこんなキークロのしっかりとした感じのもうプロフェッショナルキーボードオタクの人が買うような高級なやつはもういらん、全く必要なしなんだけど、だからといって使わなかったらそれがどういうものなのかっていうのは一生わからないじゃん。だからお勉強として買って、まずは触ってみてから、まあ自分に合うのかどうかとか必要なのかどうかとか、これのどういう風にタイピングができるのかとか、実際に触って勉強してみるのは別にダメなことじゃないじゃんと思ってね。イエーイ、買ったこれもう海外からですよ。イエーイ、よいしょ。うわ、ふぅ、思った、汚ねえ、なんか、待って、汚ねえ、汚ねえ。ごめん、汚ねえとか言っちゃったけど、やっぱり海外から来て、いろんなところを巡ってうちにやってくるので、その過程で、いろんなところを通ってくるので、ちょっと汚れ的なのがつくのはしょうがない。よっしゃー、来ました、キークロン Q1。バージョン、ボリュームじゃないね。バージョン2でしたね。ノブバージョンっていうやつです。重たい。やばい、あのね、新生児ぐらいあるよ。いや、新生児より重い可能性ある。とりあえずちょっとペリリを開けようか。やべえな、マジで。いや、重たい。いや、デビューも散々見て、仕様とかも、もうほんと穴が開くほど確認したから、大体は分かってるんだけど、重いっていうのは聞いてたし、やばい。てか、でもね、ほんと高級感やばいよ。
これすごい、このアップル製品スタイルのこのなかなか出てこない化粧箱の感じ。これはね、アップル製品ではないけど慣れたもんですよ。どうす？わお、まだ出てこない。ぷい、スポンジ、ドン。おお、すごすぎる。付属品から。これは接続用のケーブルで、なんかいっぱいカスタムするやつ、なくしたらやばそうなのがいっぱい入ってるのと、これは多分 Windows につないだ時用のキャップなので、これは文字通り窓から投げ捨ててはいけないですよ。本体が、あ、待って、やっぱ重った。やっぱほとんど本体の重さだわ。あー、すごい、すんごい重った。やばい、質感がすごい、もう全然違うわ。ほんでかっこよ、重たい、わすごいよ。もうね、置いたら絶対、もうこれ動かすとデスクが揺れちゃう。ああ、なんか入ってた。ああ、これは良かった、気づいて。こんな感じで下のなんかめくったらいっぱい工具が。ミニサイズドライバーと、なんか六角レンチみたいなのと、これはキーキャップじゃないな。スイッチ抜くやつっぽいね。これはキーキャップ抜くやつ。ニューフィーにもついてきたね。うわ、これちょっと気をつけてください、買う人。絶対これ気づかないよ。下に入ってますよとか書いといてくれないと絶対気づかない。いやー、ちょっとやばすぎる、本当に。なんてワクワクするんだろう。まだタイプしてないですけど、ちょっとざっと見ましょう。私が買ったのが、キークロン Q1QMK カスタムメカニカルキーボードバージョン2です。で、フルアセンブリードノブで、カーボンブラック B っていう色、このシリーズの中でね。で、軸がゲートロン G プロの茶軸だそうです。何のこっちゃよくわかりませんが。どうやらなんか調べると、もうすごい超高級な部類のキーボードの中でもめっちゃいい中の軸の茶軸らしいです。公式サイトで買いました。で、これ仕様としては、なんだろう、この間前回の動画でこのニューフィーノに関して、無線で接続するときは技的認証通ってないと日本じゃ使えないよっていう話をしたと思うんですけど、まあこのキークロンのやつも本国サイトで買ったので技的は通っていないんですよ。だけどこれ仕様が有線のみなんですね。 Bluetooth 機能自体がそもそもないのよ。だからこれ別に技的関わらず別に使ったって問題じゃないっていうことらしいです。ちなみになんかその技的のところも、私もちょっと正直詳しくないんだけど、なんか調べると、なんか技的通ってない無線キーボード買っても有線接続なら OK みたいに言ってる人もいれば、私が調べた感じだと、たとえ有線接続だろうとそれに無線機能が備わってるんだったらもう技的通ってないなら使っちゃダメっていう話もあったりとかして、ちょっと微妙だから、どっちにしろなるべく無線接続が機能があるものをなんか買うんだったら技的取ってるので買う方法を考えた方が絶対いいっていう話です。私が今回買ったキークロンの Q1 バージョン2のやつはそもそも無線が入ってないので、ちょっと話としては関係ないっていうことで本国サイトで買いました。まあ、これ日本にも代理店もあるし、あと日本語ページみたいなのもあるんだけど、まあ、そこらで買うよりも本国サイトから直接英語のやつで買っちゃった方が安かったし、あと私が欲しかったこの 75% 配列が代理店にも日本語ページにもなくて、とりあえずこれを買いました。ハロー。はい、でこんな感じで、まあ、今言ったちょっと言ったんだけど、 75% っていうのがマジで私はやっぱ好きで、これアップル純正のやつも一応配列としてはこれ 100% の分類で、その何、テンキーがついて、このアクションボタンっていう、なんていうのこれ、わかんない、この部分がついて、でこっちに数字キーと、あと上にファンクションキーがある、全部揃ってるのがもう 100% なんだけど、こっからテンキーを取ったのが 85% だか 80% だか、でテンキーも同じ、この部分もなくて矢印キー埋め込んだみたいなやつが 75% で、ここからファンクションキーもなくして数字キーと矢印だけにしたのがなんか60だか65とか、なんかそういうのあるんだけど、それで言うと私はこの何、テンキーがなくて、ここもいらなくて、矢印は必要だから矢印だけは入れといてもらって、ファンクションキーも欲しいで、数字ももちろんいるっていう 75% がベストだから、前に紹介したニューフィーもこれ 75% エア75で、今回買ったやつも 75%。 私はやっぱこれが一番好き。この上のファンクションキーで Mac の音量とかパパパってやりたいし、もう矢印も欲しいし、数字もないと何も打てないからっていう感じで、 75% が私にとってはベストです。これがロジクールの K855 なんだけど、比べると、まあ多分これどのぐらい沈み込むかによるけど、やっぱりまあフルピッチっていうの、フルの厚さのキーボードの部類なんだと思います。
ニューフィーはこんな感じ、薄いね。で色見て、今日の私の服に最高じゃないカークランドトレーナーにちょっと打ってみよう。あ、あーなるほど、あーなんかね、思ってたのと違う、なんかもっとゴトゴトゴトみたいな感じかと思ったら、本当私のこの何バカ力で打ってもなんかすごい素直に打てる。音が静か、あとなんだろう、キーがすごいしっかりしてる、コロンとしてるのがいい。なんかちょっとへこんでて指が当てた時に指が乗りやすいのもあるんだけど、なんかでもニューフィーよりもこのキーの指乗せる面積はちっちゃいから、なんかすごいね打ちやすい感じするよ。そこまで指をワイドに広げなくてもなんか打っていけそうな感じがします。見た目で惚れて買っちゃったっていうのプラス、この機能としてこれクリクリ、これかっこよくない？これすげえ、なんかうわもうほんとなんかロマン感すごいこれ音量調節になってるらしくて、こっちで音量上げてこっちで下げて、で押し込むこともできる、うん、プチプチっていう、これ押すとミュート、押すとまた音出るとか、そういう設定があるらしくて、専用のなんかアプリみたいなのがあるらしくて、それでやって設定するとここまあ変えたりもできる。でまあでも私これ音量調節 Mac ですごいするから、この F11 と12で私はもうどのキーボード使っててもすごい押しまくるんで、これが直感的にできたらめっちゃいいなって思う。本体は USB-C でこうやってつないで、iPad につないでる方の、画面が、ディスプレイがあるんで、ちょっとそれにつないでみようかな。これ今、要するに今、こっちにある11インチの iPad Pro と、まあ、つないでる状態なんだけど、ちゃんと、もちろん反応しますね。あ、間違えちゃう。な、めっちゃ安定するんだけど、あーすごい、やばい、この分厚さのキーボードでを私は体感したことがあるのは唯一このロジクールの K855 だけだったんですけど、打った時にキーボードのこのキャップっていうかキーがすごい、なんだろう、私が打った反動につられて揺れるんですよ。打った後にガランガランって、だから自分が指を乗せた時もストンじゃなくてススンススンススンみたいな、その微差だけど、そういう感じがすごいしてたんですよ。この分厚いキーボードに対してそういう印象があったんだけど、このキークロンの Q1 でこれやるとそれが全くない。全部がスコンスコンっていくし、まず本体が全く揺れない、重たい感じがめちゃくちゃ安定するから、なんだろう、分厚いのにめっちゃ打ちやすい。すごい、ちゃんと音量調節がミュートとこれも対応してるよ。これ iPad でも使える。いやいいなもう一個買おうかな、 Mac 用と iPad 用にやばすぎる。え、これはすごいぞ、これが高級キーボードか、はあ、面白い、めっちゃ楽しい。これ手が、私の手、これ本体がほんと安定してるだけに、私の手が安定しないばっかりにタイポがすごい出ちゃうから、で高さのせいだなって思ったから、やっぱパームレストいるんだろうなと思った。ハローでですよ、私はこれ買うにあたってパームレストゲットしました、イエーイ。前回このニューフィー用のロープロファイル用のあのまあ専用リストレスト買ったんですけど、分厚いやつも買いました。こちらです、じゃじゃん、イエーイ。これね、キークロンのじゃなくてニューフィーのやつです。ニューフィーのやつ、このクリアの、薄型パームレストとは別に、ニューフィーって
普通の分厚いロープロファイルじゃないこうフループロファイルっていうのの目圧も出してて、それ用 の、 あのパームレストが売ってるんですよ。でそれもクリアのね、めっちゃそれがいいなと思ってくて、まあ、ちょっとニューフィーのやつをキークロに使っちゃう形になっちゃうんだけど、あのこれ買ったので開けます。どっちにしようかなってめっちゃ迷って、黒は好みだけど白は部屋の差し色になるしなとか思って迷って、そんなすげー高いもんでもないしなと思って、しかもなんかまた後で欲しくなって買うときに送料かかっちゃうのもなと思って、いいや買おうと思って2個買いました。ここいいね、クリアでめっちゃ可愛い。クリアって言ってもその半透明ぐらいの感じですね。質感と重さはめっちゃすごい、いいじゃない。ちょっとだけね、高さがもうちょっと足りない感じはあるんですけど、あと幅もやっぱ全然違うメーカーのものだからあれなんだけど、悪くないんじゃない。おお、わ、いやー、ほんと今も見ていただいた通り、こんだけタイピングが減ったクソマンの私にはもうね、もうオーバースペックすぎますよマジで。だけどなんかこれで練習するとよりなんか周りのそのキーボードがガチャガチャするとか本体が揺れるとかそういう影響を全く受けずに、もう自分の指の問題にしっかり向き合ってできる感じがするから、練習用としても私はめっちゃいいなと思った。あとやっぱパームレストあるといいね。いやもうこれは私ちょっと Mac の前にメインとして置いて、で今まで使ってたニューフィーの方、これをあの iPad 用としてこっち側のゾーンに置こうかなと思う。このちょっと作業環境ちょっと最近構築し直してるこの感じもまた後日詳しく話したいなと思ってるんですが。ハローはい、ということで、キークロンの Q1QMK カスタム、メカニカルキーボードバージョン2でございましたちょっとねこの高級感は本当にやばいし、これむっちゃ高いからみんなも買おうぜとは言えないけど、でもすごいキーボードを、なんかキーボード好きの人とかタイピングいいタイピングしたいっていう人たちがみんな買ってる印象だから、本当すごいいいものなんだなっていうのはめちゃくちゃ思った。もっとなんか中もこれもちろんカスタム全部できるからキースイッチもガンガン変えれるから、まあ青軸とか私はもう、 こう家にずっとこれ固定で置いとくようなんで音は気にしないから、顔を買ってちょっと軸も変えたりとかしてみたいなって思いました。またちょっと詳しい使用感に関してはもっとねちょっとキーボードタイピングをちょっと練習してまた発表したいと思います。はい、ということで以上、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。Days go by but the nights go slow. Ride the high just to fight the low. No one should but I can't let go. Go on.